妻と浩司です。今日はリズムギターを今から本ちゃん取るんですけども、参考になることがあればと思って YouTube 回しております。取るのは歪みのリズムギターなんですけども、リズムギター歪みで取る場合ってダブルでこう左右で2回取るんですね。そうすると真ん中に隙間ができてリードが聞こえやすくなるので、そうやりたいと思います。同じ音で取って、あのイコライザーでミドルの凹凸作る方法もあるんですけど、まあそれもやるんですけど、今日ちょっと違う音で取りたいと思います。違う音というか同じ音なんですけど、ちょっと真空管の通し方が違うというか、使うのはこのギターのこのリアピックアップ、セイマーダンカーの TB4 っていうやつを使います。でそこに見えてるんですけど、黒いボグナーのエクスタシーっていうのがあって、それを使います。あっちに見えてる白いのボグナーはあの20周年記念モデルで低音が結構出るんですけど、低音出ない方がミックスしやすいので、今日はこっちの、下の方ですねのボグナーの大昔のボグナー使いたいと思います。はい、で私が使ってるの真空管は、スベトラーナっていうロシアの真空管使ってます。あのソフテックとかエレハモの真空管、アメリカ製のもいいんですけど、私ロシアの方が好きで、それで昔のグループチューブみたいなんで、こう選定会社の方にお願いしてバイアス、あのインカするバイアスを整えてもらって使ってます。はい、でこっちのはね真空管、どちら今このアンプから出てます、アンプじゃないスピーカーから出てます。これが2回あの歪ませてる感じですね。プリカンを2回通ってる、こっち1回だけちょっとギンギンするんで分かります。こっちの2回通した方はなんかこうなんかちょっとスティーブ・バイっぽくなってて、こっちの1回しか通さない方がちょっとこうヌードっぽいあのハイが出る感じですよね。でこれ今こっち鳴ってるんですけど、私、ここのスピーカーと全く同じものがそこのブースに入ってまして、でそこにマイク立ててます。なので、このまんまですね、スイッチを今スピーカーのスイッチをこうすると今そっちから音が出るようになってます。聞こえないかな、まあ、出てるんですね。ブースも防音になってるので、40デシの防音になってるのでちょっと聞こえないですけど、でそれでこう今マイキングをして、マイクは C の 414アーカーゲールですねを1本立てて、そこにグーッと来て、そこの、あのあれプロツールスカーボンにそのままぶっ刺さってます。であのコンデンサーですので 48V のファントム電源を入れてます。そしたらこんな音で、あれなぜならない、ああミュートになってるか。これ今、そっちのスピーカーをマイキングして、そこに入ってコンピューター通って、このこっちのスピーカーが出てます。こうスイッチ1個で、この前のこの本当のギターのキャビネットから、これがあの DTM のスピーカー、でもレイテンシーはほとんどないんで、はい、参考になることを喋れてますでしょうか。で、3分の曲の後半 2分だけこれ歪みを入れたいと思ってて、徐々にこう歪みがこう大きくなっていく。最初はこう静かになってて全然聞こえないんですけど、後半につれてこうあの歪みのバッキングが出てくるみたいな感じの、アレンジにするので、一応2番から最後まで弾きたいと思います。じゃあもうとりあえず弾いちゃいますね。よいしょ、
を始めます。めんどくさいんでしないで、一応入ってるかだけで聞いてますね。はい、これ取れてますと。でこれをミュートにして、今度チャンネルを変えて真空が2回通すんですよ。歪みで反対のチャンネルしたいと思います。で出すとどっちがどっちか分かんなくなるんで、こっちのは消してもう一回取りたいと思います。で今お気づきになったかもしれないですけど、E はこれ普通にこうやって E で弾いて、 B はこうやって弾いてます。ペケ24って弾くパワーコードじゃなくて、22で弾いてます。そうすると7弦ギターで弾いたみたいな弾き方になるじゃないですか。7弦の022って押さえたのと同じことになるんで、でこうみたいな感じで、結構7弦ギターの、パワーコードをこう移動したみたいな弾き方をしてます。であとこれ結構普通にこうねっていくだけだと、コンプのアタックにこのピッキングのガツンってところが普通に入るんですけど、私弾くときにこれね、まずちょっとこうブラッシングをね最初ちょこっと入れるんですよ。そうするとコンプにこのコンプのアタックの部分にこのこれが入るんで、ガチンみたいな音になるんでやってます。これ毎回やるとやらしいんですけど、ちょくちょくやるといいと思います。私結構全部今までのアルバムで必ずこうやってちょこちょこ入れてます。まあそんな感じですかね。じゃあいきたいと思います。はい、撮ります。よいしょ。上げます。
感じで最後みたいに伸ばすところとかって結構私この今いい弾いたじゃないですか。で薬指で3弦はミュートしていて、で1、2弦鳴ったら怖いんで右手でこうやって触るような、でなんかこれなんか ちょっと鳴っちゃうみたいなのが事故が防げるんでやってます。参考になりました。今これでできたので、まあ聞き直すことのこともないんですけど、一応単体で2つで流すと、まあ後も切りますけどね、これね。スジャーンみたいな感じで、このなんちゃうアップピッキングのブラッシングが左右ずれたので、グズワーンみたいな感じになるの分かりますかね。こういったヘビーさを演出することができます。参考になりましたら、はい、それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。よいしょ、すいません、自分で切ります。